布のような質感に写真のようなリアルさ、この iPhone ケースはすごいです。布に印刷する特殊な技術を使ってこの模様が作られています。なんと1670万色、そのですね、細かいカラーをコントロールしてこの毛並みのようなリアルな質感を実現しているんですね。それぞれのモデルに iPhone6 用と iPhone6 Plus 用があります。眺めているとまるでヒョウの毛皮のように見えますが、表面はサラッとしたただの布です。このように内側にはプラスチックのケースがあるので、そこにはめるだけで OK。 取り付けはとても簡単です。内側には2箇所にポケットがついていて、ここにはですね、スイカやパスモなどの IC 乗車器を入れることができます。さらにこのようにですね、角度をつけておくことができるので、例えば机の上に置いて YouTube を見る際なんかにも便利。閉じた時はここにパチッと留めておくことで蓋がパカパカすることもありません。側面のボタンや下の端子類、ここの部分はですね、広く開いているので Apple 純正以外のものでも差し込むことができる余裕があります。というわけで、今までのプラスチックケースにプリントしたものとは全く違う質感が楽しめる布製のケース、このプリントの技術は本当にすごいです。間近で見ても粗さというかですね、印刷してあるということが全くね、想像できないような綺麗な仕上がりになっているものです。手帳型ケース、いろいろな種類のものが出ていますが、今までにあったものとは違うもの、そしてですね、こういったこだわりの柄のものを持ちたいという方にとってもおすすめの製品です。今アップマークストアで予約受付中ですので、ぜひこの動画の下の説明文、概要欄にあるリンクからチェックしてください。